皆さんこんにちは。直前予想模試第三回記述式問題解説動画担当しますレック新宿エルタワー本校講師の本間です。よろしくお願いいたします。はい、えー、記述式の解説動画ということですね。で、今回全部で三問、三問解説していきます。行政法一問、民法二問、計三問ですね。 本試験とと、同様の構成とでこの記述式といいますと結構受験生の方もですね多く頭を抱えるというのがあるかと思うんですがこれ記述式で気をつけていただきたいのがまずは記述だからといって難しいものが問われているわけではないんですね。あくまで基礎的な知識つまり択一皆様が過去問等を解いていただいている択一知識の基礎的なところを記述できるかということなんですね。 そうすると択一の基礎的知識と記述の基礎的知識も全く相互関係がありますのでそこはしっかり理解をしていただきたい。またですねこの記述問題というとじゃあ1問配点として20点計3問でいうと60点になるんですけどもじゃあこれが60点満点取るぞというのでもいいんですが意識として重要なのはじゃあ部分点ですね。 これも戦い方の一つになってきますそうすると3問中ですね1問は、まあ、そこそこ解けたかな残り2問は、まあ、ちょっと自信ないんだけど部分点こことここはいけたんじゃないかこのような姿勢もすごく合格に重要になってきますのでこの意識もしっかり抑えてください、はい、ではですね早速問題見ていきたいと思いますはいまずは行政法ですね問題の44と。 で、で問、読んでいきます。A 県はごみ焼却場を建設するために建設会社 B との間で建築請負い契約を締結しましたこれに対しごみ焼却場の操業によって重大な損害が生ずる恐れがあると考えた周辺住民 C らは本県契約の締結行為について A 県を被告として行政事件訴訟法に定められている広告訴訟としての処分の取り消しの訴えを提起しようと考えています シーラーの訴えは適法なものとされるでしょうかはいここですねまずシーラの訴えは適法なものとされるでしょうかここでここの問題文であ訴えが適法かどうかこれ訴訟要件の話だなっていう風にピンと来てほしいんですね訴えが適法かどうか訴訟要件満たしているかどうかまずはここで訴訟要件の話が出てくるんじゃないかそこを 気づいて欲しいいいててしところになりりままますすはい、ではで問題文、ま、だ続いております最高裁判所の判例によれば広告訴訟の対象となる行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち「まあ、括弧を言います。本件契約の締結行為はこれに該当しないためシーラの訴えは不適法なものとして却下されることになります。 はい、ここでですね、行政庁の処分とは、ここを見て、あこれはもう処分制の話だなと、処分の定義を聞かれているんだ、そうすると、ここ処分制の定義を答える問題、これはおそらくわかるかなというふうに思います。で、この処分制というのなんですが、行政法総論である高学上の行政行為とほぼ等しいんですね。で、この 処分性に関してはおそらく皆様じゃあ公権力性具体的方向化性外部性この3つですねこの3つこの判断要素から多くの判例を見て学んできたものこれが処分性となります。したがってこの処分性の判断要素等からですねキーワードをどれだけ拾えるかで実際に判例の方で言っていた定義これをしっかり押さえているかどうかここがポイントとなります。 はい、ではです、ね、解説見ていきます、はい、まず正解例としましては、はい、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものとここでキーワード、ポイントとなるのがです、ね、直接で、権利義務を 形成で範囲を確定で法律上ここがキーワードになりますで私はですねこの国民のこの国民というのもキーワードになるんではないかなという風に考えていますでですねこの定義判例の中で言っている定義なんですがこの定義からですね先ほど言った貢献力性先ほど言った貢献力性具体的方向化性外部性 この三つから処分性の有無を判断していくというふうに考えられていきますですのでこの三つの要素からじゃキーワードを拾っていくというのでこの問題部分点は狙えるんじゃないかなとであとはですね判例が実際に処分性の定義これを言っていたので明確に押さえている方はまあこれがストレートに解けるとこのような問題になっておりますで本文ですねこの問題に関しては この判例処分制の定義を唱えていた判例の。ゴミ焼却場の建設請負契約これがもう事案そのまんま反映されているんですね。で、この判例では今回この建築請負契約はあくまで司法上の契約だと、そうすると貢献力性が認められないということで、処分制を否定した判例ということになります。ですので、今回ですね。この処分制の定義をしっかり抑えるでかつですね。この ごみ焼却場の建築請負い契約の判例、ここもしっかり押さえて、問題に対応していくという形になります。はいではですね、次、問題45ということで、民法、ここから民法になりますはいい問題読んでいきます。 A は B から B の所有する高土地上に建物を建築してほしいという依頼を受けて、落つ建物を完成させた。しかし、A が落つ建物を B に引き渡した後に、B は落つ建物について、建築基準法の定める耐火構造の制限を満たしていないという契約不適合のあることを知った。B が A に対して不適合を理由とする履行の追加の請求をするためには、一定の例外的な場合を除き、 適合を知ったときから1年以内にその旨の通知をしなければならない。では、その例外的な場合として、B が A に対して通知をする必要がないのは、誰がどの時点においてどのような状態であった場合か。はい、これが問題ですね。で、これは請負い契約の話です。請負い契約が問われている。で、問題文としましても、まずは事案。で、その後に、追加請求ができる。 場合には、まあ、通知をしなななければならないこれは条文なんですね問題文としては事案と条文で組まれているでこの追加請求するために通知が必要というのは637条1項の話でしたではこの通知が不要な場合ですね一定,な一定の例外的な場合この不要な場合がじゃあどういった場面かとでこの不要な場合というのも実は条文で定められていまして ここで問われているのも条文知識といやただですねこの問題であの考えていただきたいのがじゃあ部分点を取る姿勢ですねこれ部分点を取る意識するという意味ではすごく練習になるいい問題だと思いますのでそこを踏まえて解説見ていきたいと思いますはいまあ受け負い重要度も A ですよねすごく重要ということで,でまず正解例としては A が落ちた建物の引き渡しに不手合について知りまたは重大な過失によって知らなかった場合、まあ、これが正解例になるんですがじゃあこれ分からずにですね例えば条文知識ここで問われている例外的な場面が分からないという方はじゃあどう戦っていくのかという話です。でですねここまず問題文を見ていくと。 本来通知が必要。B さんは追請求するためには通知が必要。しかし追間請求する時の通知が不要な場合この不要な場合が例外的に認められているんですね。ではこれはじゃ B さんが本来しなければならない通知をしなくていい場面ということはどういった場面かこれはですねやはり相手方の A さん相手方の A さんに何かしらの不備だったり落ち度がある場合なんじゃないか。 これ推測できますよね B さんが通知をしないという恩恵を受けれるということは相手方の A さんに何かしらの不備落ち度があったそうするとこの問題でまず聞かれているのがですね誰がとじゃあこれは A さんがということです A さんが問題になるではですね次どの時点においてこれを一旦飛ばしてじゃあどのような状態であったか A さんに不備 だったり落ち度があった場合ということはそのような状態これで民法で言うとですね例えば善意だったり悪意過失だったり重過失無過失これはおそらく想像つきますよねそうするとじゃあどれが入るのか今回は A さんに落ち度不備があったということでまずはじゃあ悪意なんじゃないかはたまた重過失なんじゃないかこういったもの必要になってきますよね そうすると、ここの選択肢もある程度絞っていけると。では最後ですね。どの時点においてか。どの時点においてか。これはですね。問題文見ていくと、まずは、じゃ依頼の時、依頼時なのか、完成を知った時、完成した時ですね。完成させた時。であとは残されているのは、引き渡しですよね。引き渡し時。 この3つしかパターンはないわけです依頼を受けた時か建物を完成建築が完了した時かあとはじゃあこの建物を引き渡す時かじゃあこの3つのパターンがあるとじゃあこの3つのパターンいつの時なのかまずは依頼の時点でっていうのはこれありえないですよね。対価構造の制限を満たしていないっていうのがまあ依頼時点で分かっているいうことはありえないのでそうするとじゃあ仕事の完成時建築物の完成時かまあ引き渡し時のどちらかと。 こここままででは絞れるるかとと思いますすすそうするとですねこの問題もじゃあ全くわからないという方もここまで問題文を読み解くと部分点が狙える戦っていける可能性があるとこの姿勢がすごく重要ですでは実際に解説見ていきますはい正解例が A が落ちた建物の引き渡し時に不適合について知りまたは重大な過失によって知らなかった場合と。 はいここで問題になるのはやはり本来通知をしなければならないのにそれを通知しなくていい例外的な場面ってなると A さんにかなり大きな不備落ち度が必要そうすると重大な過失によってまたは悪意ですね知,らなか知っているというこの悪意の場面か、まあ、重大な過失が必要ではですね引き渡し時なのか完成時なのかというところで見ていくと 請負いの性質が重要になってきます。請負いというのはあくまで仕事の完成を目的とする契約です。で、そう考えていくと、じゃあ完成建築が完成した時なんじゃないかというふうに思われるんですが、実はですね、これは引き渡し引き渡しも込みで仕事の完成というふうに解釈していくんですね。そうすると建築物を建て終わりました。 ここで仕事が完成ではなくてその後の引き渡し引き渡しも含めて請負契約の仕事の完成が認められる仕事がやっと完成したというふうに考えていくのでこれですね判断基準としてもあくまで引き渡し時を判断ポイントとしていくということになりますはいではですね次46問見ていきます 問題文46ですね A は事故の所有する「公土地」を友人 B に依存する旨の遺言をしたしかしその5年後に A は遺言の内容を失念したまま公土地を別の友人 C に贈与してしまったその直後に A が死亡したことから遺言が執行されることになった民法の規定によればこのように遺言が遺言後の生前処分と抵触する場合にはどの部分についてどのように扱われて 公土地の所有権は誰が取得することになるかということですねはい遺言の話ですで今回はじゃあ遺言と重なってしまっている生前処分遺言の内容と生前処分が重なってしまっているこの場合にどのように処理をしていくのかという話ですでこれもですね条文に規定がされていますしたがってこれは条文知識を問われている基礎的な問題にはなるんですが 解いていくポイントキーワードとしてはやはり遺言の性質ですね。遺言の性質が重要。遺言というのはですね、あくまで遺言者、遺言をした人が死亡したときに効力が発生します。ということは生きている間は効力、遺言発生しないんですね。そう考えると時系列としてはまずは遺言を作った。ただ生前中に 今回で言うと C さんですね。C さんに贈与をしてしまったでその後に亡くなっているという時系列ですのでそうなると遺言の効力が発生していない間に生前処分 C への贈与が行われている。ってなるとじゃ C さんに所有権が移るんじゃないかこういった読み込みはできるかと思います。 遺言の性質を踏まえていれば時系列を追っていってじゃあ誰に所有権が取得できるのかどういうふうな扱い処理がされるのかというのは読み止むことができるんじゃないかとではですね実際に回答を見ていきますはい回答ですね遺言のところですはい正解例としては定職する部分について遺言を撤回したものとみなされて 公土地の所有権はは C が取得すると、はいまずは抵触する部分こちらについて遺言を撤回したものとみなされるはいあくまで遺言というのはですねじゃあ1回遺言をしたでその後にまた新しい遺言をしたそうなるとその新しくした遺言が有効になりその前の遺言はまあ撤回したというふうに見なされるのでこの生前処分についても同様に考えていくんですね。 そうするとじゃあ遺言については撤回をされて残るのは生前処分ということで今回はですね公土地の所有権ははが取得すするといいう答えになります、はい、今ですねあの実際に行政法と民法計3問を見ていきましたで問われているのはやはりあくまでも基礎知識 もう条文だったりじゃあ判例で言っている定義、ですね基礎的なものを問われている、択一,一で出てくるとおそらく解けるというようなものだと思うんですね。ただ、記述になると解けない、では、ですねそれ、どのように対応していくのか、なぜ解けないかというと、択一を解いていく上でも、やはり基礎となる格だったり、法的性質をしっかり抑えることができていないというのが、まず原因にあるかと思います。 したがって卓越を解いていくときでもそういった角をしっかり抑えるように勉強をしていく。また冒頭でも申し上げた通り部分点を取る姿勢ですね。今見た3問もじゃあしっかり記述,記述として回答できないという方もこの今の思考をめぐっていくと部分点は必ず取れるというふうに思います。そうなると本試験もですねじゃあ計3問3問でどれか1つでも0点があるという,というような状況ではなくてですね 部分点、部分点で、一つはそこそこ自信がある、このような状況を作っていくのが合格への道,道になるのかなというふうに思います。はいではですね、あの直前予想模試第3回ですね、技術式解説動画ということで、今回、計3問解説させていただきまましたた今回の解説はこれで終了ととさせていいだきます本日もありがとうございました。